今回は前髪の癖がすごい強い方、もしくはすごい生え方で分け目がはっきりついてしまってそれが治りにくい方のためのまっすぐをどのようにやるのかというのを紹介していきます。まずはじめにそのままのアイロンを通しただけでは根元の癖が取れないので、まずはじめに水で濡らしたらよくこういう櫛とかで溶かしてあげます。で、櫛で溶かしたら今度はこういうブラシやコームを使ってちょっとうるさくなります。こんな感じで根元をよくまずは真ん中に集めることから始めます。この辺で熱を当ててちょっと時間を冷まして固める。で、それが終わる頃には真下に向かいやすくなってくるの でより分かりやすい人とかはよりしっかりと熱を左右に向けてやってあげます。でもこれもすごい分かりやすい人とかは1回で綺麗になるわけではなくて毎日こう徐々に繰り返していくとどんどん生え方が毎日やってる生活習慣で記憶していって下に降りやすくなってくるので続けてやることは必要なんですけど、でこの後に癖の強い方なんかはもう5ミリぐらいで取って、で指をピタッとくっつけて真上に引き上げます。で、根元に一瞬ですね、もう一回挟んだらもうすぐ当ててあげます。あまり長時間置くと根元がこうガーッと上がってしまうので一瞬当ててあげて、で次にあと顔になるべくひっつけた状態で真下の方にここからここまで2秒ぐらいの時間をしっかり当ててあげると綺麗に根元から下までまっすぐなります。で、初めのうちにこの分かれるっていうのは綺麗に直しておくと、それを全体繰り返していくことで綺麗になっていきます。で、あとポイントは一度アイロンを通してから2度目でしっかりともう一度通していく。1回目で髪のキューティクルを整えて2回目でまっすぐにする、そういう感覚でやってあげると綺麗に伸びます。正直毎日そういうことをやってるともちろん髪は傷むし、こう髪の毛自体もタンパク変性、こうカチカチにやっぱ硬くなってくるんですけど、どうしてももう癖のすごい強くて嫌という方はこんな感じで綺麗にする方法もあるので、よかったらやってみてください。今回は以上です。